ホテルカイザーホーフ、1931年ホテル、カイザーホーフは、かつて、ドイツ、ベルリンに存在した、同地発の高級ホテルである。所在地は、首相官邸の向かい、ビルヘルム広場3から5番地であった。1875年に開業したが、1943年11月23日の、ベルリン空襲で破壊された。 ホテルカイザー・ホーフは1872年に設立されたベルリーナーホテルエジーによってベルリン初のグランドホテルとして建設された。同社は後にベルリーナーホーテルガセヨシャフトとなっている。建設は1873年から1875年にかけて行われ、ベルリンの建築事務所ホンデア・フーデアンド・ヘニッケがこれを受け負った。 1875年10月1日に開業したもののわずか数日で大火災に見舞われて建物が損傷したため1876年に再開業した開業前にはドイツ皇帝ビィルヘルム・ウィッセイとミコ・カール・フォン・プロイセンがベルリンで初となる世界的大都市レベルのホテルを視察したカイザー・ホーフの客室は260室で最新で豪華な設備を誇っていた ベルリンのホテルとして初めて各室に浴室、電灯、あとには電話さえも備えていたためである。調度品のすべてはウィーンにあったホテルブリタニアとホテルドナウのものであった。両ホテルは1873年の万国博覧会の後、倒産していたのである。ホテルには蒸気暖房、空気圧の昇降機、当時としては最新のガスコンロが備え付けられていた。 電力は、ジーメンスハルスケ社が1886年に、シュテティシャエレクトリサターツベルケのために建設した、ベルリン第二発電所から供給された。ホテルには、カフェも併設された。ウィーンのカフェ経営者、マテアスバウアーによる、ローモニシャスカフェであり、宿泊客も、一般客も利用することができた。この他にもケータリングのサービスも行い、館外に単品。 または大規模な会合を向けにフルコースも配送していた。1878年には、カイザーホーフはビスマルクが主導したベルリン会議の舞台となった。1907年にパリ広場にホテルアドロンが開業すると、カイザーホーフにとっては初の競合となり、広場で一番のホテルの座を次第に奪われていった。1908年に、高架線会社がシュピッテルマルクと線を建設した。 カイザーホーフ駅の入り口はホテル周辺の上品な雰囲気に合わせたものであった。1908年10月1日にシュピッテルマルクト線が開業した。ビルヘルム広場の地下に設置された駅はカイザーホーフ駅と命名されホテルカイザーホーフの重要性や知名度を物語っている。国賓や豪華なレセプションといった栄光の時代はバイマル共和国初期の経済危機によって芝叩く。 間に過ぎ去っていった。1924年にアッシンガー AG がホテルバルティックも経営していたベルリンホテル会社の株式の過半数を取得した。しかしカイザー法フの経営は赤字続きでコンツェルンは財務面で厳しい状況に置かれた。1926年にはドイツ国への売却を図ったものの失敗した。アッシンガーコンツェルンは ホテルベトライブスオクティアングゼルシャフトを手中に収めるとホテルブリストル、ホテルベルビュー、セントラルホテルといった高級ホテル分野での地位を確立することとなった。コンツェルン内部で財務面の体制改革が行われるとホテル運営株式会社はベルリンホテル会社を合併した。建物でも上層階の増築が計画され建築家ハンス・ペルツィヒは詳細な計画を作成した。 ルフトハンザドイツ航空株式会社の創設は、1926年、カイザー法フにて行われた。同社は、ユンカース・ラフトバーキアとエアロロイドが合併したものである。1920年代、経営陣は、右派国民主義の潮流に好意を示し、そのため、バイマル共和制に反対するグループが出入りするようになった。国旗も黒、赤、 金ではなく、ドイツ帝国時代の黒、白、赤のものが掲げられた。当時のドイツ国旗ドイツ帝国時代の国旗追典、広場北側の正面入り口、1928年廃墟となったカイザーホーフ、1945年しかしホテルは、同時に自由ブルジョア的、セシソクラブの会合場所としても使用された。このクラブは、後のゾルフサークルにつながる。 外交官、ビリバルト・フォン・ディルクゼンの5歳、ビクトリア・フォン・ディルクゼンは、カイザー・ホーフで、ダナーシュタグス・ウォーリンをナッシュナラークラブのために模様した。同会には、アドルフ・ヒトラーも参加している。1931年には、ドイツ大企業家とヒトラーとの会談がカイザー・ホーフのスイートで行われた。1932年、ヒトラーは、カイザー・ホーフを常宿とし、 ここから選挙戦を構想、調整した。最上階は、ナチ党の仮本部となった。ヒトラーが1932年の大統領選挙に、立候補するにあたって行われたドイツ国籍取得も、またホテルカイザーホーフでの出来事である。1932年2月25日に祝典が模様され、ブラウンシュバイク自由国の参事官に任命された。 自己都合で無国籍となっていたヒトラーは、こうして、バイマル共和国を構成する一国の国籍を取得したのである。この他のナチ党員もカイザー抱負に今日構えていた。ヘルマン・ゲーリングは1935年4月に、5歳、エミー・ゾンレマンとの豪奢な結婚式を挙行した。ヨーゼフ・ゲッペルスの、闘争時代と権力掌握についての回想録には、カイザー抱負から、 首相官邸という二重の意味を持つタイトルが付けられた。1943年11月のイギリス空軍による空襲では複数の爆弾が命中し大きな被害を受けた。残骸は後に撤去された。跡地には1974年に北朝鮮が在東ドイツ大使館を建設した。2001年にドイツ連邦共和国と外交関係を再開して以降、 再びザイベルリン北朝鮮大使館となっている。https コロンスラッシュスラッシュ w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  n g v a t スラッシュ wiki スラッシュ index.php スラッシュホテルブリタニアハット https コロンスラッシュスラッシュ w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  n g v a t スラッシュ wiki スラッシュ index.php タイトルイコールホテルドーナウハットセバスチャンヘンゼル エイン・レイビンスビルト、ビー・ベア・エス・バーラグ、ベルリン W35、1 9 0八統一した、ドイツ国籍は九百三十四年二月五日の、ドイツ国籍に関する政令まで存在しなかった。ゲッペルス、ヨゼフ、フォム・カイゼル・ホーフツア・ライクス・コンツレイ、アイネ・ヒストロシャ・ダーステロ・ニン・テイジ・バッチ・ブラターン、ミュンヘン、フランツ・エア・ナッシュフ、htps T、PS、アーカイブ・ O R アー・ ディテールズ、ゲッペルス・ヨゼフ・ホム・カイゼル・ホーフツアー、ライクス・コンツ・レイ、砲訳ゲッペルス、勝利の日記、佐々木則りお役、第一書房、1941年。ありがとうございます。